結構ね、ハーブの匂い強いから、ね、しみるめっちゃうまいわ。うまい、うん、鶏塩ラーメン的な、うんうんうん、インドネシア料理って、うん、ピーナッツソースとりあえずめちゃくちゃかけるの、うんうん、初めてインドネシアの時にこういう料理たくさん食べたんだけど、うんうん、なんか食べ終わった後の感想が、うんうん、もう全部ピーナッツなの。お兄ちゃん、You're so cool。 かわいい。クールキャラだ。アドリブすぎる。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。 OK。 アロガイズのワグトモヒーロー、ダン・ディビル・カレイニ・カシワ・カシワ・ダン・レイワ・レイワ・ダン・アク・マウ・マカン・ブルサマ・ブルティガ・マカラン・インドネシア。おお。で、彼らは今、タムネ作ったり、ちょっとアイデア考えたりとか、手伝ってくれてるんだけど、もっと俺はたくさんの日本人にインドネシアの良さを知ってほしいっていうことで、うんうん、マイナの今日はインドネシア料理を食わしに来ました。よし。よし。え、初めて？うん。初めて。初めてだし、めっちゃ腹減ってる。間違いない。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。腹してきてる。でも今日はね、またまた渋谷にあるチンタジャワカフェに来ましたけど、うん、ここはマジでインドネシア料理うまくて、うん、割と日本人が好きなテイストにアレンジしてくれてる。だから2人が食べても絶対美味しいと思うけど、うん、まあそれもね、人それぞれ好き嫌いがあるから。初めてではいいね。うん、そうそうそう、初めてではめちゃくちゃいいと思う。知ってる料理ある？聞いたことあるとか。いや、俺はナシゴレンとか。あー、ナシゴレン、ね、ミーゴレン。あ、ミーゴレン、ナシゴレン、ミーゴレン、その2つぐらいかな。4ではないよね。4は違う。違うよね。なんかバナナのやつない？ピサンゴレンって言って、うん、バナナ揚げ、うんうんうん、揚げバナナ。それなんかね、食べたことある。おー、マジ？へー、なるほどね、結構知ってるね。じゃあ今回はですね、じゃあ、うん、ナシゴレン1回とか、うん、じゃあナシゴレンは世界一美味しい料理として1回認定されたことがある、うん、インドネシア料理があるんですよ。世界一ってことは、世界一、中華も抜いて、イタリアも抜いて、だから寿司を抑えて、和食も、インドネシア料理、インドネシア料理、寿司だったの。うん、世界トップ3が。そう、で、その1位を食べさせたいんだけど、うん、見た目をまず見せないわ、うん、こんなんか。あ、で、でも名前だけ教えて、はいはい、うん、で、どういうものかちょっと想像して。あ、なるほど、いいね、いいね。じゃあ、外頼みますね。はいはいはい。あとはそのルンダンね。じゃあ、外アヤム頼みますね。え、外？外アヤム。外アヤムさ、何なんでしょう。いや、わかるわけがねえ。でもなんかね、重くない感じする。ちょっとさっぱりな感じがする。あ、なるほどね。あ、いいですね。外アヤム。さて、アヤムいきますね。アヤムっていうのが多分、ってことは同じ、インドネシアの大事ななんか、そう、ね、キーになるんだよ。そうだよね、うん、多分。なんだろう。じゃあ、ピサンゴレンも食べますね。ピサンゴレン、ゴレンだから、ナシゴレン的な感じで、ご飯なんじゃない？ご飯系。あー、なるほど、なるほど。うん、わかる、おもろいな。連想ゲーム。うんうんうん。ベベゴレンクロムス。ベベゴレンクロムス。クロミス。はい。ゴレンだから、うん、そのご飯系。ご飯系。なるほど、なるほど、なるほど。卵とかね。いや、そう、俺もちょっとオムライス系かなって思った。なんか、ご飯になんかかけてる。どうぞ。え？もうどうなの？お肉だね。こちらが、うん、ルンダムです。ルンダム。これが世界一。世界一美味しいルンダムです。全然思ってたんと違う。ね、どれ、何これは？これね、牛肉をめっちゃ煮込んだやつ。へぇ、とんでもなく煮込んで、あのココナッツミルクと一緒に煮込んだやつ。あ、はいはいはい。ちょっと見ようと。めっちゃうまそうなんです。え、俺めっちゃ好きだこれ。うわ、ココナッツ好き。おお、いいね、いいね。そう、インドネシアには結構ね、ココナッツが多いから。じゃ、こちら、はい、外アヤムです。外アヤムで、アヤムがさ、うん、なんかアヤムね、キーワードとかも言ってたじゃん、うん、アヤムが何なのかっていうのをちょっと匂ってみて。え、難しい。今までにない。何これ、ね、マジこれ、なんか香辛料、匂いで分かる。え、日本にある。でも結構、うん、日本人が好きな、俺もこれめっちゃ好きなの、これ、うんうんうん、日本人が好きな味付けだと思ってる、しょっぱい系だから。こちらがアヤムでございます。これは何でしょう。チキン、
チキンかと思ったの。そう、鶏肉がアヤムです。で、だから外ってなんかスープ、うん、はい、これは鶏スープ、はい、さっきのサテアヤムは、うん、サテというのが焼き鳥みたいなやつ、はいはい、で、サテのアヤムのサテだから、うん、鶏のまあ、その焼き串、はあはあ、で、サテサピってのもあるんです、うん、で、サピは牛だから、うん、牛串、アヤムは鶏でございます。よし、でちなみにこれは牛肉だから、うん、サピ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 アヤムサピアヤムアヤムアヤムサピ。よしどうぞ。はい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 、めっちゃあるね。これ何でしょう。何これ。これは何でしょう。何何何これ。さつま揚げみたいな。あ、トウモロコシ。あ、違う。これトウモロコシっぽいね。違います。違うんかい。大豆です。大豆。そう、テンペって言って、うん、結構なんか日本でもヘルシー志向の人は、うんうん、この大豆を使ったこういう揚げ物、ブ、うん、レッドみたいな感じで、うん、パンの代わりにテンペを食べるのは結構有名では、うん、じゃこちら、これが丸揚げ。いや、待て待て待て、いや、俺もこれはね、わからない。わからないよね。これ何、なんか天かす集めたみたいな衣みたいな感じなのかな、うん、天ぷらみたいな。これがカモです。おお、めっちゃ好き。カモです。ベレック、ベレック、カモです。さっきのやつ忘れた。え、アヤン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 、アヤム、アヤムサピ。多いね。アヤムサピ、ベレック、ベレック。英語よりインドネシア語の方がいけるんだよ。可能性ある。じゃあ、この後ナシゴレンが来るんだけど、ナシゴレンはまあなんとなく分かるし、うん、チャーハンみたいな感じ、卵乗っかってるやつ。そう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 、うん、これがブブール。ブブールっていうのはこの中にご飯が入ってて、おかゆみたいな感じ。そう、味は多分似てると。なんかさ、どこにも卵入ってるんだね。そう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 、めちゃくちゃ卵多いね。ね、じゃあ、食べていきますか。いいんですか。いいんですか。行きましょう。はい、じゃあ、はい、皆さん知ってるナシゴレン、うん、まあ、これは、うん、まあ、なんとなく分かる、ね、イメージにつく。うこういう、まあ、チャ、インドネシア風のチャーハンに、うんうん、卵のっけた。はいはいはい。でこちらがサテでございます。お、焼き鳥みたいな感じ。匂いはどう。匂いは、匂いね、なんかごま。あ、なるほどなるほど。ごまみたい。うん、ごま、ね、めっちゃごまじゃないこれ。ごまの匂い。これね、割とピーナッツ系なのよ。はいはい。あ、そうそう、中に今ちょっと感じた。ピーナッツソースが有名なんで。はい、じゃあまず何から食べたいですか。いや、まずは世界一でしょ。世界一。さすがに。もう喜ぶ。めっちゃ煮込んでるから。本当だ。いや、もう味めっちゃついてるから大丈夫。はい、いただきます。さあ、うん、柔らかい。うまい、うん、うまい、うまい。何だっけ、うまいって。えなく、えなく、えな、いいね、いいね。うまい。めちゃくちゃ柔らかいっしょ。柔らかい、うん、なんか、いろんな香辛料使ってる。そう、めちゃくちゃ使ってる、ね、噛めば噛むほど、いろんな味出てくる。おお、うまっ。これ多分ね、うん、俺絶対作れない。もう香辛料とか多すぎて、うん、あと煮込む時間もすごい大変だから、うん、だからめっちゃ時間かかってる分。なるほどね。店員さんのじゃ愛が詰まってるんだ。愛です。うん、愛です、これは。愛これ愛か。愛です。愛なんです。それは1位取るわ。なるほどね。で、これとなんかご飯とかね、うんうんうん、もう一緒に。いや、合うな。これね、うわ。ちょっとそれやらしてよ。やりたいな。浮かべ浮かべ。おいしい。ご飯もなんかちょっと違うね。あるか、うん、ご飯あった方が嬉しい。ああ、マジ、ね、味濃すぎるからね、割と。だからご飯と、ね、さあ、10点10何点ですか。いや、むずいな。いや、正直、いや、10つけたい。うん、俺はつけたい。けど、うん、もっとあるかもしれないからね。8.5。おー、おー、これは9.5で。うわ、攻めます。だいぶ攻めたよ。9.5で。だいぶ攻めて。なるほど。これじゃ、まあ一旦、うん、8点。はいはい。まあまあ、一緒に飲めなきゃ。うんうんうん。じゃあ、一旦これ置いてて、次行きたいと思います。はい。こちらですね、外アヤムでございます。はい。めっちゃ細くない麺。中にね、麺が入ってるね。うーん。うわ。細いね。そう、細い麺なんよ。春雨みたい。じゃあ、先どうぞ、食べて。はい。いただきます。さあ、
どうだ。結構ね、ハーブの匂い強いるめっちゃうまいわ。うまい、うん、鶏塩ラーメン的な、うんうんうん、あー、そういう結果鶏白湯みたいな、あ、うん、めっちゃさっぱりしてて、うん、でも味が深いの、うん、インドネシアすごいよこれうまっていうかコメントがいい、コメントうまいな、うまいうまい、これうまいっしょ、うん、止まんないっしょ、お前食べた方がいいよ、令和食べな、さあどうだ、実家のような味がスープダメだ、スープダメだ、スープダメだ、スープ大事だわ、スープ料理だから、ね、もうじわーってくるよね、サウナみたいな、うん、体にじわーってくるから、ね、水筒に入れても使いみたい、これはうまいね、うまいわ、マジでうまいね、これちょっとおかわり、いやどうぞどうぞ、ぜひぜひ、うん、いやでもその前に俺が食いたい、お前肉壊せるお前舐めてたわ俺、ね、インドネシア料理、いや知るのが遅かった、いくね、いくね、うん、これはいいね、あ、しみるわガチで、ちょっといってみようこれマジうめえな、これもやしも入ってる、もやしも入ってる、野菜も入ってる、野菜もちょっと入ってる、うん、うまちょっと待って、いやいや、早くしろって早くこのね、なんか下の方にもね、うん、ちょっと混ぜるとね、変わんのよ、味が、味がね、うん、あーうまい、これは最高です、いいねいいねいいね、絶対みんな日本人がインドネシア料理食ってるリアクション絶対見たいから、うんうん、じゃあこれに、うん、まあ、なんかラーメンってさ、ラーメン食う時にご飯入れたくなるじゃん、はいはい、ご飯入れたバージョンがあるんですよ、おお、ブブールといって、素晴らしい、まあ、おかゆだね、スーパーとも結構一緒なんだけど、ねっとりした感じね、おかゆ、うんうんうん、おかゆ系のご飯が入ってます、うん、これちょっと食べてみて、ちょっとね、鶏も欲しいな、アイアンね、そう、もう一回覚えてインドネシア語ずっと使っていかないと、オッケー、俺の翻訳が大変になっちゃう確かによし、アイアンのご飯いただきます、うん、こっちの方が好き、俺めっちゃ好きだわ、おお、麺バージョンとご飯バージョンはどっちが好き、うんうんうん、いや難しいね、なんかその麺って言ったらやっぱラーメンだから、うん、太い麺イメージにしてたから、あ、だから、あ、細いのもいいな、味も染み込むしね、うん、でもご飯やばいわ、これご飯やっぱうますぎる、染み込んでますね、最高にうまいうまいね、全部温泉入ったときに入ってるいやいやいやうわいや、ガチでうまいどっちが好き、麺って、いやでもね、俺麺かな、あー、ね、うん、結構なドロドロ感ですね、じゃあこれはね、僕卵と一緒にいただきます、いったれいったれ、いただきます、うまいね、え、トロットロやん、そう、このご飯日本のおかゆより全然トロトロだわ、うんうん、うん、え、で、味がちゃんとね、染み込んでね、うまいな、俺めっちゃ食ってるけど、ここの店で、うんうん、インドネシア料理とか、うんうん、インドネシア料理そのものを毎回びっくりしてるの、うまいから、うん、ちょっとお餅にも似てるよ、あ、そうね、とろける感じが、うんうん、いや、点数発表タイム、いきましょうけど、いやー、ちょっと待ってくれ待ってくれあ、でもまあ、俺はね、9点9.7点、うわやばいやばいもう知らないはい、じゃあ次、はい、まあ、みんなが知ってた、待ってました、ナシゴレン、日本のチャーハンと俺は違うなって思うのは、インドネシアはケチャップマニスって言って、おうおう、なんかしょ甘い醤油をすっごい調味料で使うの、だから結構インドネシア料理って味が濃くなったり深みがあったりするんだけど、このチャーハンにはそれが使われてるんだ、うん、だからちょっと中国系とか日本系のチャーハンとは味が違うかもしれない、うんうんうん、え、ケチャップってあのトマトケチャップ全然関係ない、名前がケチャップマニスって言うんだけど、おうおう、そう、面白いのが日本人が思うケチャップってあるじゃん、うん、あれはインドネシアではソーストマトなの、へー、だから全然ケチャップは関係ない、なるほどね、ということで、はい、ぜひいっちゃってください、ね、いいよ、二人一緒に、とろける、とろける系か、うん、音、うん、イエーイ、オーケー、まあまあとろけたまあまあとろけた、まあまあ
はい、どうぞ。いただきます。いただきます。うん、うん、うまい。これはね、ナシゴレン。これはね、そうなんです。ナシゴレンだ。そうなんだよ、そうなんだよ。日本のとか違うね、結構、うん、全然違う。中国系のチャーハンとは。あとなんか日本って結構具材を細かく、あパラパラ入れるイメージだけど、うんうんうん、具材大きいから、うん、なんかいろんな味を楽しめて、なる食感とかね、うん、エビとかもブリッてしてるし、うまいわ。カシバレもうまいけど、カシバレレポートが素晴らしいね。素晴らしい。やってた。練習してんだ。やってた。やったことない。すごいわ。で、これに、はい、こちらね、ルンダンさんを、うん、ぶち込みたいと思います。うわ、はい、もらいます。愛加えてんだからな、そりゃさらに愛が加わった。そうやよ、愛が加わったナシゴレンね。それはずるいわ。うん、まっ。なにこれ、すごいでしょ。やっぱ、こいつ強いね。うん、そう、うん、だいぶ味がこっちになるよね。うん、うん、ルンダになるでしょ。うまっ。じゃあ、ということでこれがナシゴレンでした。いい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ点数。これは8点。なるほどね。これは 8.5 点かな。あー、なるほど、ちょっと下がった。ちょっと下がった。なるほど、さすがに上がってて、うん、これがね、スーパーハイカロリーの味がするんですよ。おお。カロリーやばいんだ。風邪大丈夫。ということは美味しいです。そうなんですよ。いただきます。おお。濃厚。ピーナッツすごない？そう、そうだよ。うまっ。もう口の中も鼻の中もすごいよ、ピーナッツ。全ピーナッツ。うん、うん、もう、あ、これはピーナッツ。えぇ、ああ、ピーナッツ出てくる、ピーナッツ出てくる。で、インドネシア料理ってピーナッツソースとりあえずめちゃくちゃかける。初めてインドネシアに行った時にこういう料理たくさん食べたんだけど、なんか食べ終わった後の感想がもう全部ピーナッツなの。何を食べたか忘れちゃうぐらいピーナッツの味が強い。へぇ、そうそうそう、うまいっしょ。うまい、うまい。でもマジで焼き鳥に近いね。いや、そうそうそう。で、特にこれはアヤム、鶏のやつだから、はいはいはい、まあさらに焼き鳥に近い。もううますぎてここについちゃってるもん。あー、恥ずかしい。かわいい。恥ずかしいな。レイはかわいい。うるせえ。お兄ちゃん、You're so cool。 かわいい。クールキャラだから。クールキャラだから。でもね、クールキャラなのに美味しすぎてこれついちゃう。すごいね。じゃあこちら点数はいくつでしょうか。そうですね、たまに食べると美味しい。ああ、毎回だとしつこいな、重いよね。そうそうそうって思っちゃうから7点で。なるほど。9.3。おお、 9.3。 俺これ結構相当気に入ってるね。俺これ好き。気に入ってるね。かなり好きだね。作られてるかっていうと、何種類かの唐辛子とか、まあニンニクとか、もう一つの石のプレートに乗っけて、それをガッと砕く。うん、それで最後に油を入れて、それでこういう状態になる。へえ、これめちゃくちゃうまい。そう、これを例えばさっきのテンペとかにつけてそれがうまい。じゃあとりあえずね、いいね、これ丸かじりいってみてください。いただきます。うわ、うまっ。なんこれ。今日一出た。今日一、今日一、マジそんな、うん、俺めっちゃ好きだわ。うわ、まあ皮もうまいからね。いただきます。これは美味しい。うん、うまい。うん、うまい。噛めば噛むほど味が出てくるし、うわ、こうやって食べるのがいいわ。うん、これでポイント高いわ。でも鴨肉だよね。そう、鴨、鴨。日本だとあんまりさ、鴨って揚げんくない？そうだね。そうだね。これをですね、うん、こちらつけて食べてみてください。いいね。どうぞ。うわ、辛いよ。俺もつけたい。だってつけていいよ、つけていい。大量につけたい。あ、辛い。いや、だけど、なんかすんげえ辛いってわけじゃない。うわぁ、でも後から来ます。あと、来て。あら、じゃあ、僕は大量に行きます。やばいよ、結構やばいこれ。おいしい。おいしい。強いね。もう強いね、辛いの強いね。やばい。ちょっと待って、俺もお水。これ辛いでしょ、これめちゃくちゃ辛いよ。どういう感じで食べるの、このご飯は。インドネシアに料理でもとりあえず混ぜるので、スプーンとかフォーク使う人ももちろんいるけど、結構手で食ったりする。
あ、そうなんだ。だからもうこれ分解します。はい、これ取ります。おーおーおー。で、はい、ご飯回収。ご飯まで？で、ご飯回収。これするじゃん。うん。で、これぶち込みます。うえ。うわ。最高。うまっ。これ、ね、めっちゃいいね。こういう食い方。ええー。これご飯食べそう。ナンバーレンとかは、うん、油ギットギットになるから、はいはいはい、スプーンで食ったりするけど。うんうんうん。まあ、ルンダンとかテンペとか、うんうん、こういう系は特に手で食う、うん、へぇ新しい文化教室ありがとうございますありがとうございますそんな僕でよければいい素晴らしい。でももしなんかね、あの俺が言ってること間違ってたらコメント教えてください違ったんかいってねじゃあ最後、うん、これ点数何点ですか。9点うお俺10点でうお10点で出ました。素晴らしい。じゃあこれからね、たくさん残ってるので、うん、はい、食べ続けていきたいと思います。はい、レッツゴー。なんか全体的に茶色も多いよね、うん、そうなんだよね、うん、結構で、なんか野菜少なめというか、うん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 、まあでも茶色いもんね、体には悪いけどうまいよな。そうなんだよね野菜のなんか美味しい料理もあるんだけど、まあ日本と比べたら全然野菜は少ないかな。まあでもうまいよね。美味しい。やっぱね、お腹にたまるね、うん、ご飯多いじゃん、うん、そう、噛めば噛むほどやっぱどれも味がうまい、うん、でしょ。旨味が出てくる。すごいでしょ。これすごい。さあ、いい感じに皆さんも食べ進めていきますね、うん、素晴らしい。イエーイ。OK guys, 今日はセロントビルカリイニーダンガルパライチューサブスクライブビルイニーダンジューガーフォローインスタグラムとティックトックダンジューガーアダインフォートンタンバジューワスデボイスデブクワスデボイスディジャンガルパチェックイトジューガヤー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあバイバーイ。